三河屋のサブチャン貯めてたのに。ということで、はい、あれの続報です。ほう、あれ優勝その阪神のあれじゃない。問題です。はい、じゃあ僕の本名福良健の健の字を、うわ、書いてみてください。ね、まず虚と間違いやすいんですよ。そうなんですよ。健の字でいいのね。そうで、こうなってこうなって、こうなってこうなって、もう一本いくか。いやいやいや、待てよ。あこう健の字ってのはなかなかこう、これね、難しいんですよ。でもここ手だよな、さすがに。で、虚じゃない、虚はここがピッピッピッってなるわけ。ところが剣はなんかこう火みたいになってる。あれ、ここ手だっけそしてここ2本だっけ迷うところ多いね。ちょっと待って、一回こんな多くない、突き出ない。あ、突き出ないな。手じゃないパターン思いつけないから、これで提出。はい、こちら一旦正解でいいでしょう。はい、ありがとうございます。はい、で、なんか違うんだっけ、他の県と。ここから、ま、なんか2本目が始まるとかだっけ。拳が、これはね、非常に複雑なことになっていて。そう、拳銃の剣となんか違うんだっけ。なんか違うんだっけ。基本的には拳銃の剣なんですよ。はい、拳銃の剣、北斗の剣、拳なんだけど、こういうね、点の向きがこうなってる字が、まあ痛い字って言うんですかね。はいはいはい、まああるわけで、あるね。なんかこう月のさ、日本線もさ、ピッピって横に引っ張ってるんじゃなくて、斜めにちょいちょいついてるのあるよね。そういう雰囲気でみたいな感じ、ね、そう、絆の右側とか、はい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 、こう書いてありますっていうね、うんうん、のがあって、これがね、ちょっとど深さが何段階かにちょっと分かるんですけどまず、はい、まずふくら P はふくら剣なんです。はい、なるほどね、はい、これ深さ1です。深さ1、はい、なんですが、実はこれなんだと。はいはいはい。っていうのは、こないだその何、国から来る郵便物を見たら、気づいたらこれになって、おお、あ、それで登録されてる、あれみたいな、はい、はいはいはい、これで登録されてましたと。はいはい、だから今戸籍上これになってる。なるほど。っていうのを、まあ前のサブチャンでも言ったんだけど、はい、で、これは何でかっていうと、まあ、これは前のサブチャンで言った通り話すと、生まれた時はこうしてたはずなんだけど、うん、どっかで誰か、どっかの役所の誰かさんがどっかのタイミングでこうちょんちょんになって外向きになってしまった。なんか入力で剣拳みたいなの打った時に2個出るかもしれないもんね、うん、ああ、まあそうね。だからその本来生まれた時はまあこれで、うんうん、そのお母さんにも聞いたわけ、はい、え、これだっけ、なんかこの見たらこれなんだけどみたいな、うんうんうん、だから、いやいやいや、こっちだよって言うから、うん、こっちに来てたのにいつの間にかこっちになっていった、はい、っていうのが、これは前回までのご報告でした。はいはい、で、さらに新事実が、はい、発覚しました、はい、そのこれな、どういうことなんだっていうことで、どのタイミングでミスったんだろうねっていうことで、もういろんなところこう調べてもらったところ、はい、僕生まれた時からこれでした。何やねん、何やねん、生まれた時はこれでした。ちょっと前のサブちゃんでは出生名これで、うん、今の戸籍の名前これって言ってたんだけど、うん、もう出生名これでした。実はだからもう最初からだった。そう、手書きでこうやって出してたつもりだったんだけど、まあ、手書きを出したかどうかともかくデータベースに記載される瞬間からもうこうだったんだ。てか、そう、もうばあちゃんが出してくれたんだけど、はい、おばあちゃんが書いた字がこれだった。あ、なんやそれそも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 ね、そう、お母さんが決めた時にはこっちにしよっかなって思ったんだけど、はい、こうするねって多分おばあちゃんに伝えて、おばあちゃんが役者に出してくれた時にもうこれで出していたという。なるほど。ことで、ずっとこれだったっていう。ずっとこれでしたね。そうなんです。出生名
からこれでした。漢字でさ、うん、本名でメールでさ、うん、福良健でございますみたいな書くとき、うんうん、これ探す？いやもう探さない探さない。絶対だから少なくともこの間までは本当はこっちだと思ってたから。あ、はいはいはい、だからむしろこっちを使ってたわけ。はい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 。でもあれちょっと今あれ本当はだから僕が間違っていたという事実。実際にはこっちが正しかった。30年間ずっとこれさ、あの漢字あるの、そのパソコンで出るフォントであるの、どうだろう。でもあるフォントはあると思うけど、ちょっとスマホとかでそれ変換してみる。あれにあんのかな、ユニコード。あー、それぐらいはなんかありそうだけどね。スマホの中にはあんのかな、これが拳で変換をすると。はいはいはい、ないですね。ないんだ拳。これがあのこうなってる拳が一番最初に出る。あるよね。なさそうですね。このなんかちょっとこの垂れ眉な剣が、垂れ眉な剣がね、剣族の剣の上こんなんだね。そうね。だからまあこれ多分そのいわゆる形声文字で、はい、ここの部分が音を表してて、はい、こっちは意味を表してると、はい、つまり剣って読むかつ手に関する。はい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 、はい、でだこの部分が変わるとあの意味は変わるんだけど読みはだいたい剣に近いものになって、うんうんうん、で剣族の剣もあるし、はい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 、とかまあ剣体感の剣の右側もあるし、あの剣外の剣、はいはい、国構えの中とかもそうだし、確かにみたいな感じでまあいろいろある。で本名はこいつなんだ。ああ、それそれそれ、これは漢字ペディア。漢字ペディア旧字。さすが漢字ペディアの拳のページに行くと旧字として載っている。そう、旧字で1または準一級とされて登場、はいはいはい、だから昔の言葉が由来の四字熟語とかで剣がもし登場した場合はこれで書くよみたいなくらいの。まあっていうよりはだから旧字だからほ、こっちだったんだけど、やっぱ圧倒的にこの字が多いんです。その剣体感の剣とかもそうだった、うん、でよく使うやつは書きやすくし、新しくなるタイミングでこっちに直されてる、うん、はい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 、はい、だから特急券の券とかもそうだし、まあ拳っていう字も重要漢字だから、うん、だからあの二点信用と一点信用も、はいはい、なるほどね。一点信用二点信用いろいろあるんだけど、使うよく使う字に関して一文字ずつこう国が定めていった時に、じゃあこれは一点信用、これは一点信用って全部言って、うん、言ってらんないよっていう多いやつはそのままにされてるみたいな感じだから、うんうんうん、まあ統一される前に使われてたってことだから、まあ別にだから昔の書物を見るとこれで書いてるかもしれないけど、昔に使われていた四字熟語を書くときは別にこっちでいい。でだからこれが今ほんでなんだっけ、常用漢字であることも分かったな。常用漢字ですね。定められてるし新しく書き直されてるってことは常用漢字。ああそうね、うん、一点信用のやつ常用漢字がち。そうそうそう、大体そう。今見たら剣確かに2級に入ってたんで、はい、常用漢字でしたわ。そういうことで。へ、変換は出ないけど、まあ字としては、まあ、めっちゃ変なわけではないね、うん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 、ある字ではある。まあただだからこっちが常用漢字じゃなくて、こっちはだから準一級一級入ってどうでしょ、はい、だから本来その人名に使ってみるっていう今言えそういいはいいんじゃない。人名用漢字ってさ、はい、要は決められてるわけ。はいはいはい。だから勝手にめっちゃ難しい字とか使えないわけ。おー、へー、あの書きづらいし、緊急とか、はいはいはい、あの根筋の筋、根筋の筋の根筋、緊急とかは、はいはい、あの自分の下の名前を菅井緊急くんって名付けることできない。ああ難しすぎて、そうそうそう、みたいなルールがあるはずで、あこれいけるんだっていう。30年前はやってよかったって説、よかったのかな、ちょっと分かんないですけど、だまあぬるっとこうかいくぐられたのか分かんないですけど、まあいけたみたいで。でこれでいいの基本的には、あなたこれでいい本名。本名、そうだからね、だから本名を福良健って書いてると実はまあちょい間違い、まあ、同じ字だから間違いってことはないけど、うんうん、まあ、簡単に書いてるってことだよね。そう、はしご高と高いみたいな。まあまあ、うん、大体そう、うん、
だからそれをこっちにする技も別にあるじゃん、その戸籍申請して、ね、申請してで変えたい理由とかも、はいはいはい、別に本当に大したことなくて、なんならみんなが使いやすいように通例こう書かれているのでこう変えたいですが通らないとは思わない。まあそうね、うん、一応変えたい時って変えたい理由みたいなのが結構ちょっとまあ簡単に変えすぎることはないようにということで、なんか一応理由とかある書いたりするらしいんですけど、本名変える時って別にそんな認められないほどの変更してないし。なるほど、うん、しませんまあめんどくさいしいいかな、どっちでもいいね。逆にだからちゃんと今度からこう署名するとき、うん、手書きじゃなくてね、パソコン署名のときめっちゃこっち探して使ってよいやでもそのさ、渡辺の鍋とかさ、うん、斉藤の際とかさ、はい、めっちゃ多い人もさ、はい、マジで何でもいいよっていう人と、うん、まあ、こだわりある人といるじゃん、うん、その人の気持ちが若干分かった、若干分かったかいうね。よかった、ちょっと真相が、はい、誰も出生名がこっちというのもすら間違いない。そうだからむしろ市役所とかの方とかはずっと正しかった、ずっと正しかったなぜか、まあ、あんまり見てきてなかった、うん、てかまあ多分大学生になってからちゃんとそういうのを見るようになったんだろうね。ずっと親が受け取ってくれてて、はいはいはい、ってことなのかな、どうやら。まあね、選挙のね投票用紙とかだから思う、うん、ちょっとまあ大人になってからもらうようになった書類でちょっと増えたのかもしれない。なるほどね、なるほど、ということがありました。ということで、はい、まあ結論どっちでもいいんでそんなに気にしてないですが、はい、はい、ということでございます。さよなら。